どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、速報ということで、JAL がですね、国内線タイムセールね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL ね、国内線のタイムセールすごくないですか？まあちょっとね、前回1月のね、タイムセールが羽田の事故の件でね、中止になりましたので、まあその関係もあるんですかね。2週間前にね、この JAL の国内線のタイムセールね、動画出しているっていう風になりますんで、まあかなりね、高頻度で、行われてるわけなんですけども、またね、開催されるということで、で、今回のタイムセールに関してなんですけども、結構ね、お値段お安くなっておりますので、利用予定ね、ある方はぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではですね、こちらね、公式サイトになりまして、国内線タイムセール人気の便はお早めにということで、いつもページがね、更新されております。で、今回なんですけども、特別価格7700円からということで、タイムセールのね、販売期間なんですけども、ちょっと先になります。2月の27日ということで、この動画出てるのは2月の23日の金曜日っていう風になりますんで、来週の火曜日のね、0時から開始になるっていう風になりますんで、2月の26日の月曜日の11時半にね、こちらアクセスしていただいて、仮想待機室ね、待機していただいて、購入していただくっていう流れになります。で、2月の27から2月の29日ということで、かなりね、期間は短いです。で、搭乗期間なんですけども、今回ね、ゴールデンウィークを除いた4月から5月31日ということで、4月5月搭乗分のタイムセールっていう風になります。で、タイムセールの運賃一覧ということで、7700円から設定されております。で、羽田新千歳8800円、羽田伊丹8800円、羽田福岡9900円、羽田沖縄9900円ということで、沖縄路線ね、まあ、4月5月なんでね、かなりシーズン的にはいいと思うんですけども、沖縄もね、1万超えないで利用することができるっていう風にね、なりますので、これはいいですよね。で、利用方法なんですけども、このね、スマートフォンと PC 画面、両方ありますけども、このプロモーションっていうのがね、タイムセール対象のね、運賃っていう風になりますんで、こちらをね、見て、購入するようにしてください。で、まあ仮想待機室についてはね、いつも紹介してるんで、まあ簡単に言いますけども、セール開始30分前からこのね、アクセスした人は仮想待機室に移動します。30分前からね、この開始時間までに来た方に関しては、この仮想待機室にいて、セール開始時間になったら抽選でセール会場に行けるっていう流れになります。で、開始になった後に関しては、先着でね、案内っていう風になりますんで、利用予定ね、ある方に関しては、まあ30分前ね、まあ30分前までにね、入っていただければ、抽選でね、0時になったタイミングで購入することできますので、まあこちらね、お好みでっていうところになります。で、こんなもんですかね。で、価格に行く前にですね、こちらですね、JAL ライフステータスプログラムということで、今回のね、タイムセールに関しても、1搭乗で1回、5ポイントがね、国内線のタイムセールになりますんで、獲得することができるっていう風になります。で、またね、前回もね、話しましたけども、こちらなかなか発表されないですね。一応春頃なんでね、まあ、そろそろ発表来てもいいんじゃないかと思ってるんですけども、JAL トラベルウェルネスとか、電気とか、ふるさと納税、ネオバンク、JAL ABC、JAL パックとかね、ここら辺がどんな感じでね、積算されるのかね、非常に楽しみなわけなんですけども、まあ今のところね、まだ発表はございません。で、またね、こちらのスターグレードの特典に関しても、こちらもね、まだ2020年春頃にご案内しますということで、今のところね、発表はございません。ここら辺もどうなるかね、非常に気になるところではありますよね。はい。ということで、今回のタイムセールのね、公式サイトがこういった形になっておりまして、こちらからね、PDF 見ることができるっていう風になりますんで、こちらがね、今回の、タイムセールの、運賃表っていう風になります。まあ、こちら見たい方はね、公式サイトから、見ることできますんで、こちらが平日で、下の方に行くと、休日っていうのが見れます。で、先ほども言った通りね、搭乗がね、4月、5月、ゴールデンウィークを除いたね、日が利用することができるっていう風になりまして、4月、5月ね、値段は同じに設定されております。それではですね、こちらね、まとめた表になりまして、こちらが東京ですね。東京路線の札幌、名古屋、大阪ということで、主要なところをね、まとめさせていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、のタイムセールで1月、2月搭乗分の以前のタイムセールの価格です。で、こちらね、今回まとめてみたわけなんですけども、3月の搭乗分よりね、かなり安く設定されているっていう風になりますんで、今回のタイムセール利用していただくのはね、非常に
いいと思います。函館とかもね、前回より安くなってますし、東京、札幌、平日は一緒ですけども、週末とかね、値段下がってたりしてね、福岡とかもね、週末も値段下がってたりしますんで、沖縄路線は、前回と同じですかね、3月とね。下の方行っていただいてもね、南紀白浜は今回もなぜか平日がすごい高くて、休日は安いっていうね、結構不思議な感じになっているわけなんですけども、まあ他の路線もですね、結構ね、前回と同じ、もしくは前回より安く設定されているね、ところ結構ありますんで、今回のタイムセールね、利用していただくのはね、非常にいいのではないのかなと思います。で、これが東京路線になりまして、こちらが札幌、名古屋ですね。こちらに関してもね、前回と同じ、もしくは少し安くなっている傾向に見て取れますので、まあ、若干ね、高いところもね、あるにはありますけども、まあ、全体的には同じか、それ以下かっていう感じですかね。で、次に大阪エリアですね。大阪に関しても、前回と同じ、前回よりちょっと安い路線がね、結構目立っているかな、なんていうふうに思いますので、いや、今回のね、タイムセール非常にいいのではないのかなと思います。4月、5月なんでね、今回の方が、まあ季節的には過ごしやすくなっていると思うので、まあ高くなってくるんじゃないかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、そんなこともなくてですね、今回のタイムセールの方はね、結構安かったりいたしますので、4月、5月ね、利用予定ある方に関しては、今回のタイムセール狙っていただくのはね、非常にいいのではないのかなと、思います。でですね、今回のタイムセールなんですけども、2月の27日から2月の29日23時59分まで行われるっていう風になるんですよね。そうなんですよ。これね、ANA もね、2月の29、ANA 9ね、毎月、感謝の日やっておりますよね。こちらはね、2月の29日ね、このタイムセールと被る日に、このね、ANA キュンの日にね、なるっていう風になりまして、こちらね、日付的には昨日ね、発表されたわけなんですけども、なんとね、今月の29日の ANA キュン、スーパーバリューセールね、あるんですよね。で、これね、詳細見たくて、値段見れるのかなと思ったら残念ながらね、まだ見れないということで、このね、ANA キュンのね、詳細なね、運賃一覧っていうのは、当日ではなくてね、2、3日前ぐらいにはね、見れるっていう風になるわけなんですけども、まあ、この動画撮ってんのね、2月の23日の金曜日ということで、まだね、見ることできないんですよね。ですので、企画自体はですね、ちょっとすることはね、この動画ではできないんですけども、ANA の方でね、セールが行われるっていう風になりますんで、まあ、こちらはですね、私もね、動画出すと思うんですけども、ちょっとね、これもタイミングがね、合えばっていう感じになりますんで、もしね、利用される方はですね、こちらのね、ANA キュンもですね、開催されるっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。まあ、このね、JAL のタイムセールの最終日に当たってるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、こっちがダメだったからこっちにしようっていうのはね、このタイムセールっていうのはね、基本的に便がなくなっていくとね、運賃、セール運賃じゃなくなったり、まあそれで取れなかったりいたしますので、まあ難しい部分ではございますけども、ぜひね、頭入れといていただきたいなと思います。で、またですね、2月の29日 ANA 級の日にですね、国際線減額マイルキャンペーンのハワイがですね、適用されるっていう風になるんですよね。通常より 30% 割引でハワイへということで、搭乗期間ね、4月1日から4月の12で、対象外期間はね、ゴールデンウィークになっているわけなんですけども、まあ、これね、行われるんですけども、国際線の減額マイルキャンペーン、おそらくこれね、エコノミークラスしか利用できないと、思うんですよね。まあビジネスクラスとかね、大開放とかね、来たらめちゃくちゃいいんですけども、まあちょっとね、それは考えづらいっていう部分がね、ございますので、もしビジネスクラスがね、来たらね、めちゃくちゃいいキャンペーンなんですけども、やはりね、この、今ね、燃油サーチャージ高いじゃないですか。で、この特典航空券ね、30% 割引、入ったとしてもですね、サーチャージに関してはね、本当に飲み込んでいただくしかね、なくなってくるっていう風になりますんで、まあ、これでね、ビジネスクラスが対象だったらね、激アツで、解放されてね、めちゃくちゃいいキャンペーンになるんですけども、まあ、おそらくエコノミークラスだけっていう風になるとね、今スカイコインのね、交換キャンペーンやってますよね。ちょっと前にね、国際線のタイムセールとかね、それに合わせて利用できたので、まあ、それだとね、エコノミークラスでも7万マイルとかでね、スカイコインのね、
カイコイン交換したらね、普通にエコノミークラスのね、往復チケット取れたみたいな、そんな感じになっておりましたので、まあ今燃サーチャージ高いんでね、これはビジネスクラスがね、来たらめちゃくちゃいいなっていうところで、まあ期待したいところですよね。まあ必要マイル数下がってもね、エコノミークラスで、サーチャージが高いんでね、意味がなくなってしまいますので、まあこれはね、ビジネスクラスが来るのかっていうところでね、ちょっと楽しみにしておきたいところですかね。まあこういった感じでね、ANA キュンも2月の29日開催されて、こちらもスーパーバリューセールね、行われるっていう風になりますんで、運賃が分かったらまたね、動画出したいと思いますんで、そちらもね、一応あるよっていうことは覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで今回ですね、 JAL がね、国内線タイムセールね、発表いたしましたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、料金に関してはですね、前回よりね結構お得にね、なっているっていう風になりますんで、今回の機会でね利用する予定のある方はぜひね、4月のね26日の月曜日、21時半過ぎぐらいからですね、こちらね待機して利用ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、マイルクレカ診断ね始めましたので、ぜひねこちらから無料で利用することできますんで、ぜひチェックしてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。